この動画は交通安全啓発を目的としております。これは避けようがない。テスラさん、普通に突っ込んでいきました。幸いこちらに被害ありませんでしたが、ドラレコは必要ですね。うちの家も交通事故の被害で CB 兵が倒れかけています。昨年の11月の事故なのに、東京海上日動さんが補修費を払ってくれず、未だに直せなくて困っています。トラックに乗っているとこんな奴らばっかり。東北道でトラックに体当たりされかけた。危なすぎだろこいつ。プリウスだもの止まるわけない。プリウスって、踏切手前の一時停止は、しなくてよかったんだっけ？対向車来てるのにバスを、追い越すプリウス、お前はもう免許返納しろ。千葉の方はご注意。ノーウインカーレクソス。ウインカーはオプションか？ダイハツコペン、危険な煽り運転と、タバコのポイ捨てと車から降りて、来たところ。雨の日、カッパの自転車も注意。高齢者ノールック横断。郡山市ではこれが普通。公園内駐車場の通路といえども、キープレフトでお願いします。対向車、全く避ける気配がなかった。その後の動きを見ていたら、運転練習中のようだった。左ウインカー、右ウインカー、直進、左ウインカー、左折。酒でも飲んでんのか？俺が国家権力の犬なら停止させて職質してるわ。いやー怖かったなー。命の危険を感じたわ。信号待ちで止まってたら暴行受けてたかもしれんな。煽り運転ただでさえ厳罰化されてるのによくやるわ。北朝鮮を訪問したプーチン大統領の思惑についてモスクワから中継です。山陽道で逆走車と遭遇。皆さん、安全運転で身を守りましょう。ニュースで見るような煽り運転に出くわしたわ。かなり若いアンチャ坊主で、3分くらい煽った後どっか行ったね。危険な運転を繰り返すバイクに遭遇し、大変に怖い思いをしました。児童が横断歩道を渡ろうと待っていたので、普通に停止したら、対向車がノーブレーキで突っ込んできた。集団でいると可愛いですね。ご覧いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、よろしくお願いします。